皆さんこんにちは。ひとりめです。北野坂さしきです。別のいつもくぐみです。キーボードの夢のしおりです。ドラムの歌の岩田です。僕たち8月8日にのファーストアルバムをリリースすることになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。どうでしたっけ？楽しがかし、難しがかし。まあ、この人たちはいつもダラダラするから。そうですか、お前こそ。本気に練習してほがいいですよ。はいはい、次。タラ君は、どうだった？私、まあね、歌わなくても、一緒にやっていける。本当に楽しい歌。組ちゃんは？私は、みんなと同じかもな。楽しかった。そして、ここにたどり着くのは素晴らしかったと思うが、あんたたち行く制限がやめれば、それはもっといいと思ってや。まあ、と言うて、このアルバムには注意曲ありますよ。そや、なんか、いろいろあるやん。そうそう。各所曲と、最悪の曲が作りましたし、もっと怠けるし。でも、新曲もたくさんある。全部曲にもギミックがあり。そして、皆さんね、俺たちの気持ちを伝わってくるとええのですから、ぜひ聞いてください。そう、ぜひ聞いてください。そういえば、2ヶ月で作成しましたよね。まあね、奥の人も関わってるようだ。そうだね。でも、次何しますかね？ライブする？それは、ちょっとね、コロナがまだいるから。まったく、存在しないのに、できるかとかはわかんない。あれ、なんで？まず、元お客さんが必要や。ああ、そうね。ここからは、もっと難しくなりそうだ。そうそう、でもね、私たちは、休みが一番ほがいと思った。そうだ。いろいろ後に。もっと気にする。いや、そりゃないけど。ああ、なんか時間切れ。え？なんでや？次は光上さんからメッセージです。ああ、それか。ほとんど忘れちゃう。ごめん。いや、大丈夫といえば、背景、関係者の皆さん、特に坂さしきさん。いかがお過ごしですか？アルバムの世話をするのに忙しかった。感謝の申し上げようもございません。皆さんと一緒にアルバムに参加して、このアルバムはもっと美しくなると思います。本当に皆さんに感謝します。書くことできるのはこれだけですから、申し訳ございません。みんながアルバムを楽しんでくれることを願っています。皆さんにどうぞよろしく、お体を大切に、素晴らしい季節を、光目。またね、プロデューサーさん。今、あの人何してるんだよね。まあ、いろいろする。そうだ、今はただ待ってるだけ。あれだけや。そうそう。なんか、面白くね。追い詰めるな。やることはたくさんあるかもな。はい、以上です。光目でした。アルバムを聴いてください。よろしくお願いします。よろしく。バイバイ。